はい、皆さんこんにちは、ふんさんですということで、今日も今日とてマリオカートウィーオンラインと正直やっていきましょう。久々に走んだムーンリッチハイウェイ、 Wii のムーンリッチハイウェイむずいからな。ほんと怖いんですけど、安全運転で一旦行きましょうか。さっき寝てたからめっちゃなんか声が寝起きの声になってますけど、エンジンかけていくわ、レース中にな。寝起きでこのコースまずいくねえか。何が曲がった、え、ちょっと待ってくれ、ボムスター、ボム変更か、全然近くにいなかった気がするんだけど、ボムヘイカーの爆発の範囲広すぎない？これアイテム取っときたいんだけど、そっち行く、そっち行く、全部、いや、避けられてる、いじめじゃんこれ。オッケー、取った、何人ビア ?8、9、10、 あーやべ、あーあーもうこのレースカットにしたけど、ま、カットしようかな、カットしようかな、本当にもうそんなことするんだったらカットする。見てこの差ひどくない？一周目でもう半周サクルつけられてるんだけど、ちょ、ここサンダーがキラーください、本当に。あ、もう交換できないよ、ちゃんと。もうやだ、もうこのコース、いや、ふざけてやってるわけじゃないけど、ガチですからね、これね。このアイテム絶対ね、しっかり打ってキラースターか、まあ使っていって、もうスター、危ない、サンダーがキラーするしかない、もうそれ以外本当にもう再現確定なんで頼む。まあ、一旦キラー、もう3周目1位入ってますけど、一旦キラーで行きつつ、ちょっともうサンダー振らしてくんね。最下位以外も引くよね、11とか引くよね。もう何このコース、チャンネルはそのままで、皆さん今初見さんもね、まあ、いるかも思いますけど、待ってください、 まだ他にもっと見せたいマリオカートあるんです。 OK、 再開回していって、ちょっとさ、3台振らせて、振らせて、ちょっといい感じでキラー伸びてる、ちょ、変なとこ下ろさないでね、危ないよ、9より無敵、やだ、3連キラー、もう3台なよね、言ったでしょ、まだ見せたいマリカーがあるって言ったでしょ。これでもう最下位確定ぐらいの勢いから一気に周囲まで踊り出ていくんですよ。キラー回収の意外と前もあれか回避してたか、 6位取ればね、上出来じゃないですか。ということで、散々な1レース目でしたけど、もう8000リーチかかってるんでね、じゃあ一旦8000戻しますわ。おい、プラマイゼロ、おい、めっちゃいい部屋じゃん。あ、周りが強い、俺が弱いんじゃなくて周りが強かったわ。てか8000戻します。キノピオ角取り、キノピオ角取りもなんか久々に走る気がするな。ってことでミラーなんでちょっと走りづらいですけど、そのポエア、うまいな、それな、ライン合わせてきましたね。まあ前行きたいんでね、一回止まるのも選択肢ですけど、止まります、止まるも選択肢なんで止まります。まあ初等化したら一気にまだ追いつけると思うんで、まあここ交換しましょうか。人数減ったかな、9人部屋っすね。今自分が最下位だった、スターループして、まあキノコ持っときたいけどね、交換するか、いや、しなくていいか、持っていきますか、持っていく、あー、それさ、どこ行った、あれ、俺のスターは、あれ、え、なんか、あー、そこあったかめっちゃ横の範囲だった、いやー、3だ、はい、いや、マジか、それ読めない、まあ、ダッシュ版乗っていきつつ、まあでもね、スター落としましたけど、まあ、自分の方がね、前の人たちよりはダメージ少ないはずなんで、まあこれでちょっと距離感が縮まったかなと。いやー、これ5位で割ってキノコ類出るかな、キノコ持っときたいんでお願いします。ゲッソ、それいかね、キノコじゃなくて、同じ食料という点では同じかもしれない、食料じゃね、食えねえか、ゲッソ美味しいから食ってな、まあ、いかか普通にな。このスターもう一回持っていきたいけど、サンダーなんかまたすぐ降らせそうな気もしているんだよな。まあ持っていきますか、ちょっとその心危ない、その緑これも危ない、いやー食らっちゃうか、ついでサンダー降らしてくんね、サイクルデイジー遅れてるから、サンダー降らしてもおかしくないんだけどな、降らせないか引いてないか、アイテム取りに行って6位、そう出る、ナイス、6位出るんだね、ちょっとぶつかっちゃいましたが、木野さんも交換していいでしょう。まあ全然これ展開によってはまだまだ勝ち得るな、使っていって木野さん、これか、まあまあこれでも逆に詰まるよ、ここで加速しっかり引いていた、危ない、怖い、テンションおかしくなってる、寝起きだからなんか無理やりテンション上げようとして、おかしくない、ベルトコンビは強すぎな、スターナイス、あっ、スターもないもんな、キノコで初等化しに行ってなんとか抜かせませんか、一人抜かしいの、これは上飛ばずに下から行ければ一気に3位まで上がっていく、なんとか粘ったね、この粘りが大事、ナイス62、ちょっと9000の人抜けちゃったか、いるね、2人いるね、マリオコーさん行きましょう。そういえば明日もあれか、マリパーの新作発売がこういうルートのショートカットあるよね、まあ、1、2の9000のやる人がこってこで逃げてんな、どうしようかな、あー、アップフルか、めっちゃ買いしてる、またあれだな、3位取れたら偉い理論だな、ちょっとやめてね、うわ
よ、よ、押しに弱い。痛い。ここらトール、ミラー来たー。ミラーむずいよな、ここ地味な。もういきなりあれだ、道間違ってるわ。まあまあ、ここショートカイパー行っちゃいます。誰かあのキノコ勢来てください。キノコ勢、キノコ勢。あ、1位出ちゃった。誰もいねえや。誰か頼む、うまいこと。くっす、まあ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 、まだこれ止まらずに前行っていいかな。てかまあ抜かしてもらってるんで、ここでアイテムうまいこと書いて割れれば、まあいい感じにいけるんじゃないですか。9位割り金キノか、スター欲しかったけどな。まあスター狙いに行きますか。こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちだね。まあ、消費していって次のポツンとあるアイテム、それ取りに行きますか。アイテム出る、8割。キノさんスター引けないな。まあ次のボックスも交換したいんですけど、2人引かれてる。とんでもないとこ見てしまった。ここ交換 C のキノさん、まあショート回使いますか。ちょい引っかかってる、ランカパウはこれは軽減で、あぶない。それみんなうまいことあれだな、パウで変に軽減してますけど、いやー中途半端なとこいんな。また雷雲引いて終わる未来が見える。どうしよう、アイテムラグで残んないか。いやーまあでも言うて前近いか、トゲゾウとかサンダーもう一発で全然いい状況になりそうなんで、まあここはもうアイテムじゃなくて OK、 トゲナイス、前行きましょうか。さあトゲどころくれてる、まあ結構先いるか、あそこにね。ダッシュマン1個しか乗れないか。うーん、次のアイテム大事。こう巨大引いてくれたらショットがめっちゃ強いんだけどな。巨大頼む、巨大キノチか。まあ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 、まあ、1個だけショット化しに行って、トゲゾウ次第では本当に2位もしくは1位まで。フェイク出せないか。ちょっと待って、ミラー本当頭こんがり返すぞ。左ね、左曲がっていきの。アイテム3位両立あるかな、まあ、取っときますか。赤コーラも怖いんだね。防御もらいつつ、バックスラ怖いけどな、大丈夫。さあトゲ行ってくれ、あトゲ、あちょっと、あー食らっちゃった。頼む、3位で許してください。上位取りたい。3位と4位で気持ち的に全然違う。あ左だ、左行きのダッシュ版うまいこと噛み合わないから、無理か、乗れない。乗って乗るけど前も乗ってるな。いやバックスラやめてね。あー巻き込まれていく。待って、ほんと許してください、許して。あーめっちゃ順位下がる、くっそ。やべー、俺は反省に戻れないんだ。もっとケツしっかり締めてアイテムつけてほしいよな。あ7700になりました。よしウォールズ、これアイテム取ってきましたか。最初に回でアイテム割りに行きまして、こっから前行こう。キンキロナイス、サンダー早いんですよねこの部屋ね。なんでまあ次入った2周目入ったぐらいから使い始めましょうか。キラーどこ取る、キラー怖い、うわ怖い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 、その足マジか。まあリカバリ使いますか。これで一気に前まで出る予定だったんですけど、さすがにできれないか。うまいこと交換できそうなんで、3位巨大とか出ねえかな、無理か。そのキツくいてくれ。命交換したいって言って、うっ、いや、押されすぎな。まだ芝乗りに行きつつ、さあ、ここから勝負ですね。トゲゾウ行けば、全然上に行けそうな感じもしてるんですが、どうでしょうか。トゲいてくれ。そこもそんな名前ないな。3位でアイテム取りに行って、いやなんでこれ間に合わないわな、ちょだだだだ逆これつける、これさ落ちた、かわいそう。そこのタイミングのサンダーかわいそうだわ。でも俺これ間に合わないよな、きついか。後ろまあまあ距離あるけどでかいもんな。いや4位で終わりか。ちょ今日なんか全然勝ちきれんかったけど、まあ4位だったらさすがにレートプラスか。はい、ということでラストプラス6女子も結構やっぱいい部屋だからもらいましたんで、まあ、50ぐらいしかもらえませんでしたけど、まだ次回8000リーチ、一旦次回パートに戻しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。